どうも、前田です。今日は名古屋の錦で元々働いていたキャバクラの R さんに来てもらってます。 R です、よろしくお願いします。じゃあ今日はね、夜のお店あるあるじゃないけど面白いね、お話をいくつか教えてほしいと思うのでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。初めは Y さん。 Y さん、はい、芸能人の Y さん。芸能人の Y さんです、うん、スキャンダル報道が結構ありまして、女性の事務所からイエローカードが出されてました。あ、もうすでにね。そうなんです、うん、でその時にも飲みに来てて、それも自ら自分でネタにして、うん、もう次ね、何かあったら一発アウトだからって言って、飲みはいいんだ、めっちゃそう、うん、反省してないって感じ。結局その人は飲みに来ました、で一発アウトになったの？いや、なってない。なんかセーフなんだ。そう、セーフ、うんうんうん、その時はセーフでした、うん、その日ももう持ち帰る女の子を探してました。で、なんか私もすごいファンでした。だからその本人の本当の性格を見たらちょっと引くぐらいな感じなんだ。そう、もう幻滅して、まあ男なんてみんなそんなもんしょ、だって仕方ないもんだって。仕方ないですね、うんうん、まあそれ普通じゃん。普通でも結果、うん、その後あのアウトになってましたよ。テレビでアウトになって出てきたんだ。そうです、スキャンダルとして。そう、あ、そういうことね、はい、いつかはだからそうなる人だったんだ。そうです。なるほどなるほど、はい、でも今の話はちょっとね、まだまだライトな感じじゃん。ちょっともう一個ちょっとレベル上げた次の話。じゃあ、うん、じいさん、もうテレビで見てると、うん、すごいもう女好きみたいな、それを売りにしてる方だったんですけど、意外とその方は、うん、飲んでる最中はすごく紳士で、うんうんうん、すごいいいイメージでした。でも、うん、やっぱりその方もね、アフターみんなで行って、うん、帰った直後に、うん、女の子にホテルの場所を送って、うんうん、今俺ね、ここのホテルだけど何号室だけど、そう、今から来れるみたいな、はははって言って送ってて、うん、でも意外と女の子って、うん、芸能人だからやった、じゃあついてくとかじゃなくて、うん、そのじいさんに関しても女の子はついていかなかった。そう、じゃあ夜のお店の子は相手にも当然よると思うけど、パーセントついていくとは限らないんだ。ほとんどついていかないかもしれない、意外と。意外と。なるほどね。そうなんです。そのじいさんは結局お持ち帰りできずで終わったの。その日、はい、終わりました。なんかイメージだと、そこそこかっこいい人とかだったらホテルのなんか番号だけ教えておけば後からなんか来るっていうイメージだけど、そうじゃないんだ。そうじゃないです。そうなんです。他には野球選手の方、まあ名古屋が結構多いね、やっぱり、うん、すごくよく食うよね当然、はい、うん、まあそれは普通にやっぱ噂でも聞くし、野球選手の方は若ければ若いほど、うん、やっぱりもう飲んでる席でももう結構女の子にベタベタしちゃうみたいな感じで、あ、まあ、だって若いって言ったら本当20代前半だもんね。そうです、うん、まあスポーツマンだからね、肉体派で結構ね、お酒も結構飲む人だって。めちゃくちゃ飲む、うんうん、そうだよね。そうだから試合、次の日試合ですよっていう日でももうベロベロになって気にしずみんな飲んでましたね。じゃあもうスポーツ選手はどっちかというと、よし今日は女の子ゲットしに行くぜとかじゃなくて、場の雰囲気も思う存分楽しんで、さらにその酔った勢いで女の子をゲットして帰ろうとか、そういう感じ。そうです。まだなんかスポーツマンって感じでなんか紳士じゃん。いや紳士ではないですよ、うん、あからさまなわけでしょ。だってあからさまです、うん、でもやっぱり女の子からしたら、うん、野球選手が来るとみんなつきたがらないです、うん、あー逆にね、うん、飲まされるし、そうちょっと乱暴な感じだし。そうです。なるほど。俺の体験談ね。俺が昔キャバクラ行った時に、うん、ホストのお客さんがいて、うん、別のホストの軍団が乗り込んできたりとか、ホストのついてる女の子の取り合い的な感じで。え、そんなこと、うん、それは、うんないけど。ないんだ。でも、うん、それはじゃないけど、うん、奥さんが乗り込んできてて、うん、指名の女の子出せって言って、うん、でなんか結構もういろんなお店にいて、もう指名の子にも直接なんか土下座させようとしたりとか、めちゃめちゃ怖い奥さんじゃん。そうなんです。でしかもその方あの道端で後で女の子が見たら、うん、もう奥さんにボコボコに殴られて血だらけだった。マジで。あとはあの、まあ、同伴中とかに、うん、お客さんと女の子が歩いてて、まあ、奥さんが近くにいて、うん、熱湯を持っててで女の子に熱湯をかけたっていうエピソードもあります。そう、まあ、それ夜だからね、何でもあるよね。怖いねちょっと。そう
そうなんですよ、うん、気をつけないと。そういう奥さんとかいる方とかは結構怖かったですね、うん、接し方とか何か、うん、そうあるか分かんないから、こうお客さんと歩いてる時とかも何だろう、同伴とかね、そう、うん、結構アフターとかも、うん、周りが気になりました。うん、まあでもそうなんで、結婚してる人なんてね、5割ぐらいはそうでしょ、だって、うん、下手したら5割以上じゃん、うんうん、まあリスクを、抱えて遊びに行くわけだから仕方ないの、それも。そうですね、うん、はい。恋愛に発展する確率は結構高い。女の子にもよりますけど、まあ当然そうだけど、でも、うん、多分思ってるよりは、うん、高い、いや低いんじゃないかなって私は思います。だからちゃんと純粋に恋愛はやっぱりできないと。そうですね、うん、なるほど、まあ、当然だね、うん、夜の世界で働いてる女の子って、うん、なんか結構どうせ客としてしか見てないでしょとか、うんうん、お客さんからしたら思っちゃうね。そう、まあ、ストレートにそう思う。だから相手してくれないでしょみたいな、うん、っていう方が多いと思うんですけど、うん、結構女の子は、うん、もう夜の仕事上がって、うん、結婚して幸せになりたいっていう子が多いから。え、じゃあそこの夜のお店で知り合った男性と結婚する人もいるってことだから。いるし、多分ほとんどの女の子が、うん、そういう、だそこしかやっぱ出会いがないわけですよ。そうなるとちゃんと男の人も純粋な気持ちで挑めば結婚までいける確率は高い。うん、でもお金がある人かな。あ、最終的には最終的に、はあはあ、やっぱりお金がないと女の子もね、結論からいくと容姿、それ外見がそこそこで、うん、お金があれば確率は上がる、はい、だいぶ上がる。まあ普通じゃんそれそうなんですけど、でも逆に若い子だったら確率が上がるとこないの。いや、ダメ、それは、うん、結局これ、そう、結局お金です。なるほどね。ということは、お金があれば心を変えると、そういうこと？そういうことです、うん、そういうことね。結構見た目、うん、え、こんな見た目っていう男性の方が、うん、もう結構お金ある人は、うん、それでもいいんだ。そう、うん、女の子ゲットしてる子結構います。なるほどね。皆さん、結局お金だそうです。お金です、うん、お金があればなんとかなります。でも、うん、まだあるんかい。でも、やっぱり中には、うん、本気で夜の仕事が好きで働いてる子もいます。まあそりゃそうだ。そう、うん、やっぱりいくらお金があっても、うん、多分ほとんどの確率でゲットできないです。夜のお仕事を一生懸命頑張ってる子はそもそもお金持ってるじゃなくて、男性の方も持ってるかもしれないけど、うん、女性も持ってるわけだから、うん、その別に自分の力で稼げる力があるわけだから、そんなにお金はしないよね。ああ、うん、そうですね。それはそうでしょ。まあそうかもしれない、うん、でも、うん、お金持ちの人ゲットできたら自分は楽していい暮らしできるんですよ。いや、そうとも限らないでしょ。でも結構キャバクラの女の子はでも本当に楽して稼ぎたいって子が多いから、それはね、お金持ちと結婚するのが女性としてはやっぱり理想じゃん、はい、うん、まあ、それのね、たまたまね、と夜で働いてお金も稼げてお金持ちと出会う確率が高いっていう商売じゃん、うん、そうなんです、うん、お互いメリットあるんじゃないの。男性側もそうですね、うん、綺麗な人と出会えるし、うん、うん、そうです。女性が男の人にハマるパターンもあるでしょ。だってあります、うん、それちょっと教えてよ逆に女の子がお客さんにハマっちゃうことももちろんあります。あるよね、うん、あります。でもそう、女の子って意外とハマっちゃう相手が悪いんですよね。そういうハマる人に限って、まあ、だらしない人とかちょっと悪意がある人とか、うん、そういうこと。そうですだから逆に女の子がせっかく頑張って働いてるお金をもうすべて男性にもう貢ぐ方も見ました。それはだから相手がホストとかじゃなくて。違います。一般の人でも。一般の人でもやっぱりいますね。一般の男性でも女性からパッてやろうっていう人もいるんだ。そうだから、そこを多分目的で近寄ってるんですよ、そういう方は。男性も狙ってるんだ。狙ってる、多分常習犯です、そういう方は。その男性もちょっとダメじゃん。そう、でも女の子は中にもね、やっぱそうやって逆にね、騙されちゃうじゃないけど貢ぐことになっちゃって、男の人の代わりに働いてるっていう子もいます、うん、まあよく聞く話ではあるけど。そうだよね。それは女性が貢ぐパターンもあれば、まあ男性が貢ぐパターンの方が当然多いとは思うけど、まあ、両方ある、うん、あるよね、そういう。
はい、まとめると夜のお店にね、遊びに行く男性、半分ゲームだね。うん、うん、確かにゲームですね、うん、まあ、当然ね、純粋な恋愛もできれば嬉しいし、女性をゲットできるかどうかっていう楽しみも当然あるし、うん、当然ね、結婚されてる人もまあ行くようなお店ですからね、まあ、その遊び感覚でね、そうじゃないとね、逆に、行く側としてもね面白くないしね、うん、そうですね、うん、はい、まあ、ただね、男性側からしてもね、夢はあるっていうことではね、あります、うん、可能性はあります、はい、あります、うん、ありますよ可能性はいくらでもあります。やっぱり夜の世界はね、夢やドラマがたくさんあって、非現実的なね世界を味わえる素敵な空間ではあるよね、はい、ドハマりするのはねちょっと危険だけど、少し遊びに行く分にはやっぱりね、男性側としてもね必要な世界だと思いますね。これコロナのね、コロナ禍の状況でね、なかなか接待とかね遊びに行くのは今は厳しいけどね、普通にねまた遊びに行けるような日が来るとね願って、今回このねキャバクラ編というか、もしみんな見てくれるようだったら、もうすでにね次の子がね来てくれるっていう話もあるんで、はい、なので皆さん見てくださいよ。いきなりテンション上がってる見てくださいよ、うん、皆さん次もチェックしてください、はい、第2回があるために、皆さんぜひチェックの方よろしくお願いします。お願いします。じゃあチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。ではまた。